最高の匂いしてるな。僕の大好きなチンマン21さん、おすすめはニラレバ定食でございます。というところで、こんにちは、マハロハウスの大塚です。今回は福岡市中央区港にやってまいりました。お姫様部屋をご案内したいと思います。それでは部屋の方に行きましょう。チンマン21さんのすぐ横にある物件です。地下鉄空港線大堀公園駅まで徒歩7分となっております。24時間のスーパーのマックスバリューさんもすぐ近くにあって、ホットモットさんもあります。建物の外観はこちら、こんな感じのマンションですね。1988年に完成したマンションでございます。今回ね、お姫様部屋ということで、ちょっとどんな物件か行ってみたいと思います。エントランスはオートロックと宅配ボックスも完備と。エレベーターですね。すぐ近くにですね、そこセブンイレブンさんもあるんで、コンビニもすごく近いですね。見えるかな、その先の交差点のところにセブンイレブンさんがございます。早速お部屋の方に行ってみましょう。お邪魔します。なんかまずね、この鏡からちょっといい感じですよね。玄関ですね。玄関のセキュリティはドアスコープとチェーンロックとシングルロックでございます。靴を揃えて、シューズボックスがございまして、こんな感じで置かせていただいて、数えてみたいと思います。1、2、3、4、5。あら、かわいいっすね。スリッパ失礼いたします。見てください、ここが。くぅ、お手洗いですね。温水洗浄便座が設置されております。デザインクロスが採用されております。チューリップですかね。はい、上部にサボテンスペースがございます。キッチンの隣に、これは電気温水器ですね。今回の物件はオール電化でございます。二口の IH コンロが設置されております。いいですね、縦ですけどね、二口ピカピカですね。しかし上部には換気扇が設置されております。こちらにですね、キッチンの横に収納がございまして、これも新設された感じがしますね。こんな感じになっております。でですね、冷蔵庫のスペースも考えられてあるので、ここにコンセントあるんですけども、まあ、高さはですね、やっぱり2段ぐらいの単身用の冷蔵庫でないと入らないと思います。まあ、それを計算されてのこの高さになっております。こんな感じですね、スッと収まる。反対側には室内の洗濯機置き場ですね。洗濯パンが設置されておりまして、上部のこの2段の棚も新設されたということでございます。非常にいいですね。なんかね、ここにカーテンとかつけてたらもっと隠せていいかもしれないですね。突っ張り棒の出番かな。バスルームですね。バスルームは可愛らしいサイコロ風呂でございます。正方形のサイコロ風呂となっております。シャワーとかもね、新しいですよね。うん、どうしてもね、ここのサイズはどうにもならなかったんだと思うんですが、すごく綺麗なバスルームとなっております。上部には換気扇が設置されております。全部ね、コンセントのパネルが
こんな感じで可愛らしくなっております。さあお部屋の方に行ってみましょう。ここも、もうかがむとですね、もうボキボキいっちゃうんですよね。やばいっすね。はおお、天井の照明がデヴィ夫人ですか。この扉もですね、全部交換されておりますんで、すごく綺麗ですよね。洋室6畳となっております。床も大理石調のホワイトのシートになっております。可愛らしいお部屋ですね。薄いピンクですね。クロスは薄いピンクを採用されております。6畳の洋室。クローゼットですね。奥行きがありますね。結構思ったよりも深さがありました。さらに奥にも可動式の棚がございまして、上部もですね高くなってますので、あの 1K6 畳にしては収納大きめと言っていいんじゃないでしょうか。棒もございます。スーパーもすぐ近くで、コンビニもありまして、大濠公園駅まで徒歩7分となってますので、立地もいいんじゃないでしょうか。設備といたしまして、エアーコンディショナーが1基設置されております。コンセントの数いってみます。1、2、テレビモニターフォーム3箇所でございます。最後にバルコニーへ行ってみましょう。バルコニーですね。洗濯物も干せるようになっております。バルコニーの向きは西向きでございます。わ、そこリラク本舗ってマッサージあるわ。いいですね。今お昼の1時ぐらいですね。日当たりはものすごくいいお部屋となっております。もうね、めちゃめちゃ寒いんですけど、すごくいい天気ですね。突き抜ける青空でございました。いや、初めてですね、こんな感じのお姫様部屋をご案内したのは、すごく可愛らしくていいんじゃないかと思います。はい、ということで今回は福岡市中央区港のリノベーションされたお姫様部屋をご案内させていただきました。気になるお家賃は43,000円、管理費3,000円でございます。オートロック、エレベーター、宅配ボックスも完備、テレビモニターフォンもついてます。この物件が気になった方は概要欄の方から直接お問い合わせいただければと思います。マハロハウス公式 LINE アカウントもございます。お気軽にお友達申請していただければ嬉しいです。この動画良ければチャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。